はい、こんにちは。札幌占い美容室早山勝の後藤です。バングが、結構眉毛上の、短いバングのスタイルで、ちょっと外国人風の、結構フォルムが、小さめのですね、毛先にブラント感がちょっと残ったスタイルを、無造作にちょっとカットしていきたいなと思います。まあ、今後使えるであろうスタイルかなと思いますんで、ちょっとモードなスタイルちょっと切ってみたいなと思います。結構楽な感じで、フカット理論でカットしていきたいと思います。まあ、結構そのスタイル作る時に、僕は最近前はねハーフウェットでカットしてたんですけど、結構ドライで切ることがやっぱ多くて、ウェットで切った状態だと癖出たらちょっと毛先ずれますよね。ビチョビチョのウェットの状態で普段過ごすんであれば OK なんですけど、なるべくお客さんが普段過ごす状態をもう最初に作ってしまってカットしていくっていうのが、まあ、僕の理論の部分でもありますので、最近はこのバームオイルを使ってカットしてます。これヘアリーのバームオイルなんですけど、まあ、ほとんど、テイクセニングもね、まあ、いつもしつこく言ってますけど、テイクセニングも全部このバームオイル使ってますし、で今回は結構ショーバルタンでカットしたいかなと思います。 R シザーでカットしていきたいと思います。イメージとしてはレザーカットをシザーでやるということですね。はい、まあ毎回言ってますが、これね、実はスタイルがちょっと左右全然違うんですけど、さっき違う動画でレザーでこっち半分レザーで切って、こっちはシザーで切ったんですけど、やっぱレザーで切るとこういう風にこう毛先がね、ばらつくというか、結構バサバサしてしまったりとか、まあそれがセイング入れたらまあなってはしまうんですけど、まあレザーで、いいところもありますし、こう跳ね刺すスタイルとか、これそのまま営業中ちょっとだけ切って放置しといたらこんな感じになりました。これわざと作ったわけではありません。はい、なんだこういう外羽を作るときはレザーカットいいですよね、やっぱり。でこう、まあ僕的にはレザー使わないんですけど、どういう風に切り口が変わるのかっていうんでちょっとやったウィッグなんで、まあ結構ぐちゃぐちゃなんですよね。でここからちょっとスタイル作っていきたいと思います。ウェイトはあんま上げない感じで作りたいなと思ってます。でまずですね、バームオイルをたっぷりつけます。まあこの後ねドライカットだとカラーする場合もあると思うんですが、まあ基本的に僕いつもやってますがそんな問題はありません。で、この状態で、雰囲気をこう作りながらですね、カットしていけるんで、コームはね使う時もありますが使わない時もあります。まずまあバングじゃないサイドの長さですね、これをちょっと決めていきたいと。さっきちょっと切っちゃったんで若干長さがいびつなところがあるんですけど、はい、上から持ってきてコンベックス、基本コンベックスで切ります。収まりが悪いんでコンベックスで切らないと。はい、コンベックスで切って、はい、今日はチョップで毛先をぼかしていきます。チョップカットですね。はい、上から手を持ってできて、はい、チョップでばらつきを作りながら、でショーバル使うとね、カーブしてますからチョップが入りやすい。そしてストレートシザーでチョップ入れるのと違うのは、まあ極端なこと言うと細かいこだわりになっちゃうんですけど、ストレートで入れるよりも丸さができますから、よりチョップのところが柔らかくなりますね。このような感じに切、まあ、サイドまず合わせます。まあ、基本僕ねサイドから切るんですけど、サイドから切る理由としては、まあ、お客さんが一番見えるところなんでサイドから切ります。はい、バックカットします。レシーブみたいなサーブ打つ時みたいな感じになっちゃうんですけど、こう結構ね、でこのままチョップ入ります。先を細かくチョップカットでカットしていきます。ここにこだわります、この柔らかさですね。今ほとんど下でバツッと切って、あと巻いてごまかす、カラーでごまかすっていう、ごまかすっていうかな、カラーして変化をつけるとっていうんで、カットで何か変えるっていうことはあんまないんですけど、
それじゃちょっと面白くないですね、美容師として。なのでやっぱカットは追求していきたいなと思っております。カラーとかはね、安売り店とかもあるんで、やっぱカットはお客さん怖いじゃないです か, だからそこってやっぱ信頼できるところで来てくれるんですね。そしたらですね、今度バッグですね、まあ、ちょっとこれさっきねぐちゃぐちゃに切っちゃったんで、今回はあまりこのレイヤーにするっていう感じでは思ってないんで、軽さを出そうかなと思ってるんで、表面は長めでちょっとこう動くような感じにしたいんで、ウェイトはちょっと下側かなと思います。はい、まっすぐ持ってきて、この同様の位置です。で、ここで一回チェックします。はい、長さ大丈夫なのかなっていう部分ですね。はい、今、これで長さが、大丈夫なので、はい、ここで確認をします。はい、長さがきっちり切れてるのかどうかっていうですね。はい、確認して、もうこのぐらいなんですよ、上のつなぎは。結構このちょっとこう変な手の持ち方してますが、このままコンベックスで切りたいので、このまま逃がしていきます。ここがどこの毛なのか確認しますね。これがあのベースの上なんで切っても大丈夫なんですけど、このコンベックスを、こういう風に綺麗に切るときにはあんまコーム使うとこうならないんですね。手でね、こうなんていうのかな、髪の毛がこう落ちる位置をイメージするんですね。右に振る場合は反対側の穴開いてるところを合わせるんで、少しこの表面のところをちょっと削りますっていうように、こういうふうにね、球体で切ってるんで、例えばじゃあここ短くしちゃおうと思っても全然でこういうふうにできちゃうんですね。で、長さ合わせようっていった時に、球体で切ってるからこそ、じゃあステム上げて切っちゃえば少し上の方短くなりますよね。はい、こう見て、こっちの方がウェイトがちょっと下がってますよね。わかりますか？こっちウェイト下がってますよね。皆さん、このハサミってこう持ってると、はい、皆さんやりがちなんですが、ここ注意点ですね。ハサミをこういう状態で持ってるとすごくバランスが悪いです。下手そうに見えます。ハサミもこうやった方がより安全ですけど、安定感がないと下手に見えるのと、カットラインに影響してきます。これも慣れたらできます。で、上から指を押して中に、で、雰囲気です。もう本当に雰囲気見ながらですね、カットしていきます。あとアルシザーを使いながら、ここね、少し、まあ、R2 セニングっていうのがあるんですけど、前髪のところを、はい、カットしていくんですけど、ブランド感出したいんで、前髪間引く用みたいな感じです。あとパーマ出す用とか、作られたハサミなんですけど、まあ普通には置いてないやつなんですけどね。これを、自然にこうちょっと入れていきます。あんまり奥まで入れる感じにしないで、先っちょだけに今回は、ね、シースルーバンク見たくなっちゃうと、ちょっともう古い感じになっちゃうんで、シースルーにするとちょっとモード感なく抜けちゃうんで、少し毛先のところですね、こういう感じに、ニュアンスでカットしていきます。こういう感じですね。中のイングラとこれで毛先をバラバラに、こういう風な感じで少し前髪の感じを作っていきます。はい、そしたらあとは長さの感じはね、この感じでちょっといきたいと思うんですけど、今回はちょっとこのサイド、ここにポイントを置きたいんで、イヤーとイヤーのところをちょっと取っていただいて、ここのサイドをちょっと軽くしたいんですね。で、サイドを押します。はい、表面を押しますね。こちらも同様にカットしていくんですけど、2センチぐらいのブロックで取ってますね。ポイントはこの前に移行するってことですね。はい、もう結構ここら辺隙間見えてますよね。なんかエクステついてるみたいな感じですよね。はい、こんな感じで、で、全て、今回は毛をこう実際に動かしてみて、はい、このぐらいでいいのかなっていう状態を作って、前髪はもうちょっと攻めたいんで、直接、はい、ちょっとここのウェイトもね、やっぱ若干ちょっとズレがあるんで、ちょっとそこを直します。こんな感じですかね。はい、で、これで全体をカットできました。はい、はい、これなんかね、結構今ウィッグだと分かんないんですけど、結構耳周りとかすごくスッキリしてるんで、ここに、ピアスしても結構目立つんですよ。結構例えば、ちょっと大きめのフリルがついた
ピアスとか、こう例えばちょっとフレアな、このぐらいの長めのピアスをしても可愛いですし、はい、そういうのをしてもすごく可愛く目立つと思うんですよね。でここ耳かけてもなんていうのかな、髪の毛をアップした時のあの女の子の可愛さってあるじゃないですか。髪の毛アップした時にこうちょっと、こうクレゲみたいな、そういうのと可愛いんじゃないかなと、はい、これちょっとフリル感がある感じにしてですね、いいかなと思います。で最後にまたね、バームワックスをちょっとこうつけていただいて、まあ、髪の毛今ついちゃってますけど払っていただいてね。でまあ、あのパサつき気になる方はダイバルタ入れてもいいかなと思います。はい、まあ、僕も時間によってですね、まあ、もし時間ありそうであれば、まあこう普通に切ればすごく早く切れるんで、はい、まあ、ダイバル入れるタイプあればこのままダイバルをこのような感じで縦スラで入れていく感じでやればさらにね、タイトになりますから、よりね、ザクザク入れたんですけど、まあ、丁寧に仕事してるなっていう風にお客さんにも思われますから、まあ、そこもすごく評価的には高いんではないかなと思います。